この部屋では以下の行為を禁ず。強固なる守りの亀、防御をするなど。で、魔を放ちしコウモリ。つまり弾を撃たないで防御しなければ OK、 ダッシュはしても OK。 じゃあもう、あ、なるほどね、これうまいことクリアしたいな。そして途切れないんだ弾が。あ、途切れる、一瞬しか途切れないと。なるほど。で、はいはいはい、あ、わかったわかった。こうして、こうして、もっといけるね。これ1個目は、あ、ぶれ、1個目ここに当たってないからもう1個いける。で、こうできて、で、ここまでで OK。で、あそことあそこでいけるから、ちょっと待ってよ。左2つでいけるっちゃいけるか。あー、いけるね。というか防御という概念を忘れていたよ完全に。これで1個だけ超えればもう到達できるから防御も何も必要なくなると。ほい、 OK。 さあ起きてクリア。え、これちなみに逆いけないかって確かめてないな今回。一応見よう。なんかどっかに宝とかありそうだもんね。開かない。さて右左どっちだ次は。あ、ここか。丁寧に閉じ込められる。この部屋では以下の行為を禁ず。回避せしネズミ、魔を放ちしコウモリ。回避と魔法がダメ。ちょっと待って。回避と魔法がダメ。ちょっと待って、乗るだけで壊れるの。あ、しかも一発食らうとアウトなんだ。あ、面白いこれ。あー、なるほど。これでどっか行けるルートを探さなきゃいけないってことか。うーわ、わちゃわちゃしてんな。弾幕真上から見たいよねこういうの。はい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 、オーケー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 。ちょっと待って、なんかアイテムある。物欲に負けた。
地味に食らった。よっしゃ行くぞ。聞いてないから。え、こういうことで合ってる？オッケー。掟を突破せし者よ、次なる掟に身を委ねよ。さあ、いつも通り逆側が開かないかをチェック。開かない。じゃあ壁でいいじゃん。さあ行きましょう。あと正面かな。あ、ダメージ食らってるから回復だけしとこう。ん？偽物がいっぱいみたいな、そういうことかこれ。歯を振るう虎が禁止。なるほど。次から次へと面倒な掟を仕掛けおって。し、黙ってないと失敗しちゃうよ。あの仮面の連中は掟がよほど好きだと見える。なんでこんなにややこしい掟を作っちゃうんだろう。え、これで勝ったでしょ。これ多分全部壊せってやつだよね。だから箱を視界に入れてタメ打ちのホーミングで当ててあげれば。剣じゃないか。あれ隅っこ当てにくいな。このぐらい。こっから直には撃てなくなってんだ。なるほど、了解。じゃあこれはもう通り抜けていくしかないか。壊して通り抜けて、あ、ここにもあったね。はいはい。で、やばい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 、危ない危ない。じゃあこっち行きの後ろから射撃の、これで終わり。試練の掟を突破せし者よ、次なる掟に身を委ねよ。ほいほい、ちょっと待って。いや、なんかゲージの隙間がジャリジャリする。そんな感覚あるんだ。水にでも飛び込みたいよ。ほい、泳ぎもせんの。いや難しい。冗談だよ。ほい、はい、よいしょ。砂まみれだ。ほい、体力も減っておる。次は気をつけよう。了解です。回復しました。ほい、砂まみれだよ。ほい、体力も減っておる。次は気をつけよ。これが一番難しいまであるわ。さて、王子と下着レディはこの辺にいるのかな。まだなんかあった。お、なんかなさそうかな。ブロックがないということは怠慢で誰かと戦えということでしょうか。回避禁止。あ、やっぱり戦えってことだね。回避禁止、なるほど。いや、もう普通にこんなん、これもでしょう。
これ3体で済まないよね。やっぱり悲しみのソナタ、あ、悲しみソナタを入手した。魔法武器に有効、アイテムドロップ率プラス 4%。 あー、いいねこれ。基本的に当たると良くなさそうだけど、あ、でも大丈夫なんだ。え、じゃあ普通に殴るわ。あ、なるほど、こういうボスがいらっしゃる。一旦はこれで殴っていっていいのかな。というかもう倒せそうだね。いけた。2、掴む、強く、締めるを入手した。で、経験値アッププラス 2%。 アイテムは？アイテムは？ OKOK。 単純な機械をもらった。で、ちょっと武器のさ、言葉を付け替えたいね。はい、これで付け終わりました。うん、まだあるね。え、ちょっと広くない？大丈夫？これまだ入れないんだよね、多分。うわー、大体終わったかと思ったら、あー、でもここ繋がってるんだ。なるほど。歌が消えた。歌が出てきた。切り替わったってことか。あー、なんかこれ見よがしにボス前ですね。一応セーブしよう。さあ、ボスまで行っちゃいましょう。これって見るからに怪しい広間だな。あ、なんかいつもより丁寧に締め出されたね。ムベなるかな。あれ、キャトラレ王子。あと、うちの下着レディもいるんでしょう。ん？下に降りた？おい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 、子供が囚われておるぞ。だが、掟がないのであれば、我らの本領が発揮できよう。なるほど。うん、思う存分やれるね。青いとこ無視して、一回赤いとこ全部壊そうか。これでどうなる？一段消える？あ、なるほど、分かりやすい。で、この赤い場所だけを攻撃。はいはい。これで？あ、次の赤い場所が出るから、今度は順番に壊すっていう課題なんだ。光る箱から魔力を感じるぞ。OK。あれ？一定時間ごとに光るタイプか、今度は。やべ、このイクラちゃんかわしにくい。 OK。 これをかわしきったら攻撃。当たったけど大丈夫。で、次は溜めといて赤くなったら放つ。溜めといて赤くなったら放つ。 OK。 さあ次、今度はまた順番のやつか。あ、ぶね。
なるほどね、確かに簡単だもんね、この回は。早くなったりとかそういうことがないとおかしいよね、確かに。痛いな、結構食らってる。回復使わずに行きたいな、できれば。無理です。回復使います。反時計回りに回っている。あ、攻撃するたびに攻撃対象が逆回転してるんだ。 OKOK。 でもこれでラスト。ちょっと待って行けると思ったらいけてなかった。 OK 行ったでしょう。たいもない、たいもなくはなかったよ。割と薬草も使ったよ。あー、第2ラウンド的な。おー、人型、なんとも奇妙なやつだな。ちょまんちょまんちょちょちょ、箱のシェボタとは。はい、死ぬも大概不思議だと思うよ。何をどうしろと。手が青くなって、ポーン。え、ちょ、マイト、わかんない、わかんない。なに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 、なに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 、なにがなに、なにがなに。え、ちょい、え、とりあえず本体攻撃すりゃいいのこれ。え、でも、あ、本体の中に光るやつがあったりしないこれ。もしかして、もしかして。ないですね、見当たりませんね。え、隠れてんのかな、どっかに。防御が硬い。出ましたね、暴言。ぐしゃぐしゃにしてやる。そこを動くな。もうカッとなっちゃってるもんな。なるほど、壊したそばから復活しちゃうと。見られて動揺すると。カネさん、また捕まったりしないっすよね。あー、よかった。一緒に戦ってくれる流れ。よかった。どうやってここに来たの。知らん、暴れたらここに出てくる。あー、なるほど、回避しないとな。あ、手が、あ、手ついた直後赤くなるんだ。光る箱を優先して破壊するのだ。チキンのボロ神は黙ってろ。優先もクソもあるか、全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。で、ここを攻撃する。 OK、 ダメージ受けたね。で、こう来て回避してこれを攻撃する。あ、ようやく分かってきた。最後頭突きでも来たりすんのかな。あ、これは倒せたか。やったかな。やってないね。あー、隅っこ。いろいろ楽しませてくれる。いて、いや、もうシューティングゲーム完全に。当たら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 。オッケーオッケーオッケー。これで四隅は壊せた。はいはいはい、だんだん内側に寄っていくタイプのやつね。これはでも自動追尾の弾で割と楽にいけるんじゃないかな。オッケー、これやっぱりだんだん内側になるにつれて強くなってくんだろうから、内側早めに仕留めたいね、これ攻撃される前に。オッケー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 、そういうことよ。いいよいいよ、いけた。いつもの決め。
王子上がってきた。仮面？喜んでる。喜んでる。何あれを取りに来たんだ王子は。カイラム。王子。ユリ。あなたは自らのお立場を。カイザムセト。それは王家の仮面。カイザムデサラと。王が死んでからというもの。幼き我ではよそとの文化の違いを埋めきれず貿易すらままならない。食物のも水も全てが不足し民の顔からは笑顔が消えてしまった。この仮面は王の証。これさえあればよそからの我や我の国を見る目が変わる。国を再び豊かにできよう。カイラム王子、押して掟は縛るためにあるんじゃない。自由を知るために存在する。お父さんが、いや先代の王が我に教えてくれた言葉だ。それでこれで僕は王になれる。もちろんでございます。王子、いえ王よ。おー、なんか立派だけど助けたお礼はしてくれるよね。ウラコトサラタインタ。その方だ。トスローであった。外から来て大変なご苦労であった。ベルアト仮面の王の名にかけて望みを叶えて使わす。ゴレ、それぞれ思うがまま述べるがよい。いや、そんなお礼だなんて。いや、国門病の話聞くんでしょ。遠慮探査クルタ。遠慮なんかするな。望みを言え。まるで脅迫だなじゃあ、起きてゼロとして気に入らない掟は住民投票で変えることができるってのはどうかな。すげえ重大なこと言うね。すべての掟を12万4000を覆す話。名案だ。よーりさろう。良いのか。エルパチスチタ。そんな無茶苦茶な。ペルアト。我々はルトス。いかなる時もその恩義を忘れない。掟1024ね。ベルアト、それが仮面の人の誇りなのだ。アンダ、では感謝の気持ちに変えてそなたの望みを叶えよう。エオカイザにしてもそれだけでは王たる私の格好がつかないな。コスキ、つまらぬものだが受け取ってくれ。片手剣輪廻転生を入手した。ありがとう。でも王のために一番頑張ったのは僕たちじゃないよ。クイネだよね。ケワタタ、世話をかけたな。フィギュアか、ごめん。いいえ、国門病の治療方法について。そう、それそれ、そっちが重要。そうすん、国門病。先代の王はそれで命を落とした。やっぱり王様でも治らなかったんだ。これ可能性ある話になるかな、もしかして。ああ、手は尽くしたのだが。図式たとだ。やはり地道に封印されし言葉を集めるしかないようだ。ああ、そうなんだ。そうだね。それしか手がかりはないしね。封印枯れ基礎と。封印されし言葉。ああ、それらを集めると国門病が治せるっていう古い言い伝えがあるらしいんだよ。伝説というだけでそこに信憑性はないがな。ヨナを助けられる可能性が少しでもあるのなら何だって信じるよ。言葉だろうがオーブだろうがクリスタルだろうが命がけで集めまくってやる。これで一区切りかな。あ、あと、あのた、あこち、また遊びに来てくれないか。そんど、今度は友達として。もちろん。もう誘拐されるでないぞ。うん、タク、うとうち、タク。封印されし言葉を手に入れた。
魔法黒の剛壁が使用可能になりました。黒の剛壁、魔法の障壁を設置します。ボタンを押し続けると障壁を大きくすることができます。防御呪文みたいなことか。結構助かるかもね。ヨナが心配だ。そろそろ戻ろう。そうだね。これ待ってればすぐ来るかな。来ない予感。あ、来た来た。いましたね。ほっ。中砂まみれだよ。体力も減っておる。次は気をつけよ。いやー、なんか感性働いてんのかなってちょっと試したくなってジャンプしたらもう命取りだったわ。ひどいひどい。あー、待って、どっち入り口？こっちが？あっちが入り口か。でこっちが応急か。なるほど。ほい。アルテルアッチ来たぜ。お、砂漠の地図とかある。買っておきましょう。ウラン・ザ・アルテ。さて、じゃあ仮面の街を出る前にセーブして一旦ここで区切りにしたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。